セダンクーペカブリオレイザベラは、ドイツの自動車メーカーボルクバルトが1954年から1962年まで製造した2ドアの中型乗用車である。当初は、前身となった車同様、ボルクバルトハンザ1500と呼ばれていたが、1957年モデルから開発コードネームであったイザベラに改名され、今日では1957年以前の生産者も、 旧ハンザ1500特別するため、一般にイザベラと呼ばれている。登場した1954年中に11,150台が生産され、ボルクバルトの歴史を通じて最もヒットした車種となった、当初の価格は DM7,265 と、おおむね同サイズ排気量のオペルレコルトや、フォードタウヌスより高価であったが、メルセデスベンツ180よりは大幅に安く、 設定され、アッパーミドル向け中級車として、独自の市場性を獲得した。機構的には、ボルクバルト初のフレームレスモノコック構造、油圧式、クラッチ、コラムシフトの4足前、シンクロメッシュトランスミッションを特色とした。後輪サスペンションは、メルセデス流のスイングアクスル方式、エンジンは 1493cc と車格に、比べやや小さく、 当初の最高出力は60馬力であった。翌1955年にはエステートワゴンにドアカブリオレ75馬力に強化された TS モデルが追加された。カブリオレへの改造はケルンのカールドイチュで行われたが、ボディ強度維持のため大規模な改造が必要で価格はセダンより大幅に高価であった。こうした車種追加にもかかわらず、 初期モデルに発生した品質上の問題などから販売は加工線をたどり、機種改正策として1957年にはイメージリーダーとしてクーペが追加され、1958年には75割基盤が全社の標準エンジンとなった。ボルクワルトが1961年に経営破綻した後も在庫車の販売や在庫部品からの組み立ては続行され、 1963年までに生産台数は20万2862台に達した。日本にも当時の輸入総代理店、新朝日自動車を通じて比較的多数が輸入された。生産設備はその後メキシコに売却され、1960年代を通じて生産が続行された。イザベラの撤退したマーケットはその後、 主に BMW1500 によって継承されたと言われている。ありがとうございます。